ということで今回はこちらということで最速でやることになりましたね。店にあるパック全種類買ってみた第3弾です。ということでまあね、第1弾第2弾とやってきて第3弾と第2弾の間がまあ本当に空いていないという感じなんですけども、収録日自体は8月の28日ということでオルタージェネシスがまだ発売されていない段階なんですけども、多分動画が投稿される頃にはオルタージェネシスもね発売されているんじゃないかなと思います。ということで今回は店にあるパックを全種類買ってみたんですけども、実はねオルタージェネシスも入れてやりたかったんですけど、もしかするとちょっと再販パックとかがねぼちぼちなくなってきちゃうんじゃないかなっていうところもあったので、今回はちょっと早めにやることにしました。ということで、今回ここにあるパックはとりあえず、ナイトユニゾンがねなんかなかったんで、ナイトユニゾン以外は基本的に揃ってます。ということで、今回開封するのがこちらから、ウルトラサン、ウルトラムーン、ウルトラフォース、禁断の光、チャンピオンロード、ドラゴンストーム、陸空のカリスマ、ジンライスパーク、フェアリーライズ、自称爆インパクト、ダークオーダー、タックボルト、フルメタルウォール、ダブルブレイズ、 GG エンド、スカイレジェンド、名探偵ピカチュウ、ミラクルツイン、ドリームリーグ、リミックスバウトというようになっております。逆ですねここね。ということで、今回の開封の順番なんですけども、今回はランダムでいこうかなと。前回が、最新パックから、その前が一番古いパックからという形でやっていたので、今回はランダムでもうシャッフルして引いたやつから開けていきたいと思います。それでは開封していきましょう。まずはこれから、ほい、フルメタルウォールですね。こちらはまあブルーの探索が僕は欲しいので、それを狙っていきたいところではありますね。まあ、レアリティはもう何でもいいんで、ブルーの探索が欲しいって感じです。ゴローン、トランセル、もう見えちゃったね。生拳、ネルメタル、ブニャット。まあ、まずはレアが1枚といった感じですね。この丸はじゃあこっちに置いて、レアここに行きますかね。よいしょ。じゃあ次行きます。次は、こちら。ジョン。お、ミラクルツイン。ミラクルツインは、そうだな、欲しいカードか。まあ、ミューツ&ミュージックスが欲しいのかな。まあ、それぐらいかな。玉毛竹、二段ギル、二竜、レパルダス、祈祷師ですね。いや残念ながらノーマルのみと。それでは続いてじゃんじゃん開けないでね、もう時間がないんでね。タックボルト、タックボルトは時輪の森が欲しいかな。よいしょ。人デーマン、カモネギ、人影、お、ゲンジの TR ですね。 TR がまさか来たとはいうことで、まずはトレーナーズレアですね。デンジが当たりました。そして二毒院、いや、まあ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 、今回もなかなか幸先良さすぎですね。続いては GG エンドですね。GG エンドはリセットスタンプかな。それが欲しい感じですかね。カブルモ、深まる、ムシャーナ、フーパ、悪の戒め。あ、もうこれもいいですね。結構悪の戒めのフーパ。結構使えるところ多そうなんで。それでは続いてはこちら。ほい。お、ウルトラフォース来ましたね。ウルトラフォース懐かしいんですよね。僕がポケモンカード始めた当初に、なんか探したら、なんかあるレアパックみたいな、そういう認識だった。そう、これは230円でちょっと高いんですよね。その代わりミラー加工が入ってて、確かエネルギーも入ってんじゃなかったかな。ポッチャマ、ヒコザル、鋼エネルギー。お、こだわりハチマキいいですね。あ、ウルトラ調査隊、懐かしい。ウルトラ調査隊とかね、持ってたな。こだわりハチマキのミラーちょっと出しとこうかな。ウルトラ、まあ調査隊も出しとくか。これはなんか特殊なパックですよね。今回ね、GX ウルトラシャイニーがちょっと売り切れだったので、まあ、それもあってね、ちょっとパックの開封の量が若干減ってしまったんですけども、まあいいかなって感じですね。それでは続いて超爆インパクト。これはアーゴヨンと、あとヒートファクトリー欲しいですね。じゃあ行きます。イーブ、チョンチー、チコリータ、ヤドキング、ハイパーボール。ですね、まあ、前回メガニウムとか当ててますからね、これね。なかなか引き強かったんですけどね。それでは続いてはこちら、あ、名探偵ピカチュウ。こちらもね、ちょっと値段が ねするんですけども、親戚没の月光河は僕は地引きしたことがないので、それが欲しいかな。ウィンディ、シギダネ、プニン、名探偵ピカチュウ、名探偵ピカチュウ出ましたね。名探偵ピカチュウなんか前もこのシリーズでそのいっぱい回復した時に出た気がするんですよね。なんか前も出たよなこれ。続いてはこちら、ドリームリーグですね。ドリームリーグは最新パックなので、今のこの現段階だと特にまあ欲しいカードはないんですけども、そうですね、まあ、何が出てもいいな。これに関してはポッタイシ、謎の草、ドガース、エアコイル、そしてビッツですね。現地集合のエアコイル。さあ次行きましょう。
今回ちょっと渋いですね、この調子だとね。じゃあ続いてはこちら、烈空のカリスマですね。烈空のカリスマは目的にはこのパックで欲しいのは、あのバシャーム GX とかもこれに入れて入ってるんだよな。積んで積んでいいからだったら何でもいいなみたいな感じですね。キャモメ、ワカシャモ、キモリ、お、メタグロス、エクステンドのメタグロスですね。そして、HP220 あるホイール号ですね。エクステンドのメタグロス結構久々に見た気がする。さあ続いては今回の再販パックの一つでもある禁断の光ですね。これ僕ね開けた記憶ないんで、多分初開封なんですよね。禁断の光はね、僕が始めた当初は品薄で、とにかく強いカードが全部これに入ってたんで品薄だったんですよね。フライテ、コフキムシ、ルチャブル、アママルガ、エネポーター、そうか、エネポーターもこれに入ってるカードか。そう、アママルガはねちょっと初めて見たな。ほうほう、なるほど、ね、さあ続いてのパック、じゃあこの辺いきますか。フェアリーライズいきましょう。フェアリーライズ、フェアリーライズは今欲しいカードはギラティナなんですけども、何が出るか。ビークイーン、アブリ、ヒトモシ、マツバ、ネロエッタですね。これはちょっと渋かったな。じゃあ続いてはリミックスバウドですね。リミックスバウド欲しいカードがそもそもない。もうないないんだよな、これに関しては。今回のも GX 一枚も出てないんでね、そろそろ GX 欲しいですよね。音が言ってたら来るっていうね。ペルシアン GX ですね。いいですね。オークド博士も出ました。そう、ペルシアン GX が出ました。続いてはスカイレジェンド。そう、スカイレジェンドは U ターンボードかな、欲しいのは。よいしょ、ヤヤコマ、エムリット、カリキリ、ノーマル Z、体当たり、アーボク。渋いな、ちょっと渋めですね。さあ次いきますか。じゃあ次はウルトラ3いきましょう。ウルトラ3は僕はもうね、これに関してはめちゃめちゃ開けた記憶があるんですけど、コンビニでねめっちゃ買って、もうあるたんびに買ってた記憶があるんで、まあなんか懐かしいカードが見たいなって感じですね。ネストボール、ネストボール嬉しいぞ、地味に俺。ネストボール、ネストボール出ましたね。これはいいんじゃないですか。じゃあこの流れでちょっとウルトラムーンも開けましょうか。ウルトラムーンは白の SR が入ってるか、パックですね。よいしょ、ヤングース、投げつけザル、アローラサンド、ジジーロンですね。ジジーロン、そしてオシロトム。さあ次はチャンピオンロード。これはね僕欲しいカードありますね。これはあのボングリ職人、もうそれの一択、ボングリ職人が欲しい。よいしょ、タツベ、お、テービリポーター、いきなりサポートくるね。またつぼみ、お、バリアール GX 懐かしいね。モノマネ目線ありがとうございます。あ、そう、バリアール GX か。これね僕ね HR 持ってたんですよね、過去に。でパールバリアーって言って、これは20、40、60、80、120、160、180、200、220、240、260の技のダメージは受けないというカードですね。これ面白いですね、これ結構特性としては。さあ続いてはドラゴンストーム、ドラストとか言われてますね。これはワタルプリズムスターとかが入ってるパックなので、その辺が欲しいですけど。よいしょ、ヒヒダルマ、コイキング、チルッド、ベラ火山公園、ウオ。なんかシャイニーでねこう再録されたカードが多めだったかなって感じですね。じゃあ続いてはダブルブレイズいきましょうか。これに関してはもう僕苦い思い出しかないんで、もうどうにでもなれって感じなんですけど。エシリザとか全然出ないもんね。モンメン、ギャミカラス、ポリゴン、ペルシアンジェックス。なんか今日ペルシアンに疲れてるね、今回ね。闇の石も出ましたね。ありがとうございます。そう、なんか今回ペルシアンだらけです、GX が。大丈夫か。さあ、じゃあ、こっちから行こうか。ジンライスパーク。ジンライスパークは、メタモンプリズムスターとかも入ってますからね。観光客、マグマック、シママ、ツンベア、ポケモン入れ替え。さあ、ラストの頼みの綱はダークオーダーです。これが一番頼める。こうカードでが出ますからね。これまあもう何でもいい。キラが欲しい、とりあえずキラほあってくれ。ベタベタ、止まったな、入れちゃった、うわー終わった。はい、ということで今回はこんな感じの開封結果になりました。ちょっとこれ渋かったかな今回は、まあ、TR が出たりとかね、何気にこうちょこちょこ当たりが出てるんですけども、まあ、全体的には結構渋めの開封結果になったかなといった感じです。